ありがとう見てくれてえー、嬉しいギフトもありがとうおかえりんこりんこさんやったーよかったちょっとでもね入れたらいいなーって思ってたんだけど入れて嬉しかった配信すごかったすごい何が歌う <laughs> そう ね不思議だよねありがとうございますそう生配信ありがとうありがとね ありがとうございました今回はその10月23日に放課後音楽祭第1回目があるんですけどそれに向けてのレッスンが生配信されまして楽しかった配信はね7時20分で終わったんですけどその後もレッスンがありました もう最,最初はほんまに緊張しとって、いや緊張というよりかなんか怖い。怖くて不安だったんですよ。だから、こう、恐る恐る歌った。歌ってた。今日披露した曲今まで聞いたことありましたかもちろん。でも、サビしか聞いたことない曲とかもあったけん、A メロとか B メロを聞いたことなかった曲もあったけんさ。 そうでもあのー、今日こう指導してくださった先生とは今日初めてお会いしたんですよ初めてお会いしてあの今日レッスンしたから初めてのレッスン <laughs> そう でもさっきね、その生配信で披露した曲もそうだし、それ以外も、あの、候補を出すんですよ。その、前、前に候補を出したんですよね。提案みたいな。曲を提案みたいな。それで、リオが提案した曲がほぼほぼでした。<laughs> 明日の次回、ありがとう嬉しい。さあ。 でもね昔の曲好きなんですよねなんか聞きなじみのある曲が多いしあの家族で行くカラオケとか行ってもお母さんあマーナとかパーナとかも結構あの昔の曲も歌ったりしたりあとおばあちゃんとかとカラオケ行ったりたまにした時も結構ね歌っているから聞いたことある。 先生の発声がすごかったえね先生めっちゃ歌うまかった <laughs> すごいめっちゃ通る声声が通る方でしたね配信終わった後どんなことあったのか教えてダメだよそれはお楽しみだよ本番のいいその歌唱まあこね また歌唱力ナンバー形態戦があった時のために、そこで歌うかもしれない曲は、あえて提案しなかったんですよ。そう、残しておきたくて、そう、もっといろんな歌いたいのあったんですけど、残しておきました。そうなんです。 昨日のチェキ明日のチェキ買ってるけど、配信見れなくてごめんなさい。なんか喋ってくれたら嬉しい。ありがとう <laughs> 喋るね。明日のチェキ最初の方しかいないのでコメントできなかったらごめん。そうなんだね。明日のチェキ仕事できないけどよろしく。でも明日さ、明日チェキがあるじゃないですか。金曜日だからみんなお仕事とか多いもんね。また、アーカイブとかで見てください。みんなのこと話すね。 楽しみ明日のチェキ会まだね服が決まってないんですけど服選びも楽しみまた何種類か着たいなタイトンデザイアとか似合いそうデザイアはね昔アクターズの敵にソロで歌ったそう 四つの靴下の柄が気になりました。タコです。<laughs> あのヴィゴで買ったタコの靴下を入れてた。そう。放課後音楽祭の本番も配信するのかな。多分。分かんない。 そうなんですでも明日のチキ会楽しみそうだよ15歳最初のチキ会だからねみんなそうそうでもあのチキ会は後からねみんなも見返せるようにその場にいなくてもコメント来なかったりしてもちゃんと話すね 夏らしい服だったけど、スタジオ寒くなかったうん、なんか、レッスンに集中しとったっけさ、寒いっていう気も、気持ちというか、なかった。<laughs> でも、リオとナービが半袖だったんか。で、ユウカとアンズミンが長袖で。ふふ。そう。明日のチキザイン会大阪で吉田さんのイベント参加するので、配信来れないかも。 勝ったありがとうそうもう明日だよそして明日はチリパの放送もあるからね明日の実機会楽しみやありがとうギフトもありがとうみんなね明日実機会カメラで遊んでて楽しかったいやあのスタッフさんが「カメラいじっていいよ」みたいな <laughs> そう「カメラいじっていいよ」みたいな言ってくださったので あずみんと2人で遊んでたてかね今日ねこの生配信用におしゃれな服も持ってきてたんですよでもさ他の3人がもうレ,ッスン着でレッスン着しか持ってないってなったからあの1人だけさおしゃれな服着てたらさちょっと違和感じゃんじゃけんそのままレッスン着で。 やった。YouTube のコメント欄は見えてなかった見えとったよいや、見えとったというか、あの、タブレットがあったんですよ。そう、タブレットで見れるようになってて、向こうの方にあったから、その、リオたちがいた場所より、向こうの方にあったから、あの、カメラいじってる時に、ちょこちょこ見てたりしました。次回多分飛行機の中からやから見れんごめん。 後でコメント見たく、ね、みんなちゃんとリオツンリオツン書いてくれたちゃんとちゃんとリオのこと書いてくれたリオツンとかリオツン大好きとかツンツンどんな時も歌ってたねそうどんな時もどんな時もリオツンのまつげの調子いいと思いました今日本ほんと あら、ありがとりょうすん、バースデーメールありがとうねえ、誕生日おめでとうハッピーバースデー徳島のひいくんさんハッピーバースデー徳島のひいくんさんハッピーバースデーティア徳島のひいくんさん ハッピーバースデー、徳島のひくんさん。おめでとう。いい一年にしてください。ありがとう、いつも。りょうつんでコメントしてくれたありがとう。そうなんです。明日18時間見れる。ありがとう !55 分だ檀上読もうかな。 13位イエポンタさんありがとうございます12位カラムーンさんありがとうございます11位キヨニーさんありがとうございます10位チョパーさんありがとうございます9位ペンギン地獄さんありがとうございます8位ナポリンさんありがとうございますネ位鈴鹿さんありがとうございます6位ホリちゃんさんありがとうございます 5位シャガーラピーさんありがとうございます。4位、キキジピアイクスワイさんありがとうございます。3位、レオタンさんありがとうございます。2位、昔から人さんありがとうございます。そして1位は、ドゥル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  ありがとうございます。皆さん改めて生配信ありがとうございました。みんな絶対1一月あ、十0月23日見に来てください。必ず。絶対に見に来てください。見に来ないと後悔をします。しかも初日だし、1回目だし。来てね。ふむむあることかないとか フルムあるとかないとか、ないとかあるかもないかもうん、分からんないけど。あ,あ、そうなのムあるかもないかもフルム。フルム。フルムあるかもよ <laughs> 伝わるかなフルム。お楽しみに <laughs> 待ってるよ。 そして明日はオンラインチェキサイン会よろしくお願いしますよろしくねーちょっとねまだ配信どうするあ予定が来てないからわかんないんですけどあのー、朝するかなでもあのー、リオねチェキ買いきますみたいな言ってもらったら その方へ向けてのなんかポーズとかもしたいから、前もそうしたんですよ。前もそうしたから、その方へのポーズみたいな。そう、なので、姿勢確認できたらいいなと思います、明日。明日は、チキサイン会、チリパー、よろしくお願いします。あと皆さん、お話し会、受付中なので、 今回で11月4日の話話会があの最後の受付になるので、ぜひぜひよろしくお願いします。完売したいです。そして、先ほど生配信があったニュープロジェクトの YouTube のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。あの、周りのね、親戚とか家族とか、同僚の方とかにも広めていただけたら嬉しいです。 あ、それじゃ機会。ありがとう。あとさ、あの、希望のポーズとかリオ、リオとツンツンしてとか、こういうポーズしてみたいな希望があったら、X で、旧ツイッター、X で投稿してくれたら、そのポーズをしようと思うので、X で希望のポーズがあれば、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、バイツー バイツー